どうも、チョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回はですね、デンチララウドボーンランタンっていうパーティーで、ハイパーリーグ潜っていこうと思います。このパーティーは、先シーズンか先々シーズンぐらいに使ったパーティーですね。で、またちょっとね、使ってみようかなと思って、まあ、組んでみた、見ました。で、1戦目なんですが、相手がニョロボンということで、これ一応出しがちになるのかな。とはいえ、相手も結構ね、してきますよね、うん。で、張ってくると思うので、まあ、飛びかかっていって攻撃ダウンを引いていくんですけれども、まあ、相手は相手でね、ネットなり凍える風で、まあ、ダメージ取ってくるのかなって気はしますね。で、まあ、うん、ここまでは5分だとかな、うん、5分って言っていいのかな、若干こっちがリードか。うん、で、まあ、ネットだと思ったらシールド張っていって、攻撃ダウン引かれなければ OK なんですけれども、まあ、引かれてしまったんで、うん。ならこっちも一発攻撃ラグ引いていって、で、まあ戦っていくことになるんですが、と思ったら変えてきましたね。で、出てきたらレジだったので、これはラウドボーンで追っかけていって、まあ美味しい展開ではありますね。どうだろうな、これ、相手の電磁砲を2発でやられるかどうかっていうラインか。まあ2発で、どうだろうな。まあとりあえず一発食らってみて様子を見ようかなと思うんですけれども、まあ一応食らえるかな。まあ食らえるとは思うんですが、とはいえ、ラウドボーン生かしといて損はないと思うので、まあ、このシャドーボーン入れた後、次の電磁砲打たれる前に、あれですね、しっかりとどめさせていこうかなと思います。というわけで、まあ、突っ込んでいって、まあ、ここでチャンボイス打っていったんですけれども、まあ、張ってこないでしょうね。あとは裏次第なんですが、ここに対してニョロボン投げてくるのかな。それはそれで別に悪くないんですけれども、どうだろう。あ、ニョロボン投げてきましたね。ということは、ネットを打ってくるって感じになるのかな。うん、まあ、ネットを打ってくるんですが、まあ、張っても面白いかなと思ったんですけれども、まあ、でも、裏のポケモンがランタンが圧倒的なんで、まあ、張らなくていいかな。やられちゃって OK ですね。うん。で、まあ、ここにはどっち投げていくのかな？あ、あれですね。デンチュラの方投げましたね。うん。まあ、デンチュラ投げていって、まあ、飛びかかっていって、相手の攻撃弾を引いていって、まあ、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、まあ、張ってくるんじゃないですかね。どうだろうな。張ってきたら張ってきたで、まあ、もう張らなくていいかな、じゃあこっちは。で、相手がね、技打ってくるんですけれども、これ打たせたらランタン投げていくって感じかな。まあ、ラストにね、ランタンが強いポケモンがいたらもう、ああ、でも張りましたね。2匹のポケモンで一応様子を見るって感じか。まあ、それはそれでいいのかな。うん、で、出てきたポケモンがリザードンだったので、まあ、リザードンだったら張らなくても、まあ、どっちでも良かったですね。で、まあ、突っ込んでいって、相手は10万ボルトをかわすすべがないんで、10万ボルト打ってしまえば、それでぶっ飛ぶんでね、あとは2匹の電気ポケモンで、ニョロボンをね、倒していけば勝ちは確定ですね。でも、ブラストバーンもこの程度なんで、一瞬相手が諦めた感はあったんですけれども、うん、まあ、でも最後までやってきましたね、っていうか、やっぱ諦めましたね。うん。これはもう、あれですね、終わりですね。大戦ありがとうございました。このパーティーはね、ギラティナさえ来なければね、結構戦えるパーティーなんですよ。で、まあ、次の対戦なんですが、対戦の初手がファイアローということで、まあまあな相手ですね。これどっちが勝つんだろうな。相手が有利かな、若干。うん、二度とで詰めるんで、そこで火力が上がってしまうんで、うん。まあ相手が有利だと思うんですけれども、まあ、飛びかかっていってね、シールド貼られなかったら意味ないんで、まあ、ここはあれですね、しっかりってね、ボルトチンじゃないやと、なんか放電で、シール剥がしていって、ランタン投げていったって感じですかね。で、まあ、これランタン投げておけば、相手の技何飛んできても痛くないんですよ。ランタンなら、炎技もね、引く技もどちらも軽減できるんで、うん。で、まあ、相手打ってくれたんで、これ良かったですね。で、引いてきたポケモンが、引き先があれでしたね。なんだっけ、電流か。うん。まあ、電流だったら結構詰めていけるんじゃないかな。むしろね、ここはやられちゃって OK なんで、電池らで来てもらえるぐらいまでね、やれればそれで十分だと思います。だから、まあ、突っ込んでいって、で、相手がね、まあ、なんか打ってくるんですけれども、まあ、気合玉じゃなければぶっ飛ばないかな。回数数えてなかったんですけれども、まあ、受けられるでしょう。って言ってきたのは雷パンチだったら受けていって、で、波乗り打っていけば、まあ、それでね、起点作れるぐらいのダメージ、HP になるんで、うん、なので、張ってこないでしょうね。まあ、やられないんで。で、ここで受けさせていって、で、相手がこっちにとどめさせてくるんですが、これちょうどいい起点ですよね。焼き尽くす2発ちょうど打てるんじゃないですか。焼き尽くすじゃない。ボルトチェンジ2発か。ボルトチェンジ2発で、あれですね、この電流倒すことができるんで、まあ、そこで起点もらっていって、で、あとはファイアローを投げてくるかどうかってラインなんですけども、出てきたのが、あれでしたね、ニンフィア。ニンフィアだったらもうこれ放電一発打ち込んでいって、で、ラウドボン投げていっちゃって OK ですね。甘える効かないんで。まあ、これ起点作ってしまえば、相手がファイアロー投げてきても、まあ、シールド貼っていって、戦えますね。だけで、まあ、チャンボイスって言ったんですけれども、これ貼ってくるしかないんじゃないかな。こっち3発打ってるんで、まあ、シャドボまで溜まってるんで、ね、貼ってくるしかないと思うんですよ。うん。
で、まあ、これで晴らしていって、で、こっちもね、あと貼ってしまえば勝ちは確定ですかね。まあ、シールドはここで2枚使っちゃっていいんじゃないかな。うん。で、まあ、空飛んでくるんですが、まあ、当然貼っていって、で、もう一発飛んでくるかな。うん。あ、同発になっちゃいましたね。まあ、これは貼って OK でしょう。で、今こっちチャンポイス打ったんですけれども、だからこれチャンポイスで倒せるのかな？なんか、うん、ちょっと微妙ですよね。うん。あ、でも倒せるとは思うんですけれども、起点欲しいから、弱めに打っていこうかな。で、まあ、ちょっと弱めに打っていったんですが、この後2発ぐらい起点もらえればいいんですけれども、なんか微妙に迷っちゃいそうですね。倒しきれなかったか。ちょっと倒しきれなかったですね。甘かったですね。うん。これならもうちょっとダメージ取ってもよかったかな。まあ、でも OK でしょう。うん。まあ、この後ね、あの、シャドーボールを、相手の、なんだったっけ、あいつ。こいつ、なんだったっけ。ニーファにぶち込むことができるんで、まあ、これで勝ち確ですかね。うん。ただ、ギリギリ残るかな、ギリギリ残ると思うんですが、その後の焼き尽くすで焼き切って勝ちかな。そうですね。うん。大体ありがとうございました。うん、ちょっとね、ファイアローのところって欲張っちゃいましたね。まあ、とどめさせてもよかったと思うんですけれども、まあ、来て欲しかったんでね、ちょっとだけ、もう少し強めでってよかったかな。うん、で、まあ、次の対戦なんですが、この世猿ということで、まあまあな相手ですかね。まあ、まあ、一応こっちのね、ボルトチェンジは、等倍で、相手のカウンターは今一つなんで、まあ、有利なタイミングって言っていいのかな。ただ、飛びかかるがね、相手二重体制なんで、まあ、打ったところでしょうがないんでね、まあ、ここで打っていきました。相手もクライレンド受けてきたんですが、こっちはどうしようかな。シャドボ食らいたくないんで、シールド貼ろうかなって思ったんですけれども、溜め引きしましたね。で、今度は飛びかかるって言ったんですけれども、まあ、交代消されてるんで、この飛びかかりで、まあ、ダメージが出てきたのはブラッキーだったので、まあ、そのまま突っ込んじゃうかな、ブラッキーだったら。うん。こっち食らえますよね。ブラッキーの火力だったら。だけで、ここで飛びかかっていって、相手の攻撃力に段階下げていって、まあ、この後なんですけれども、どうしようかな。まあ、ここでもランタン投げちゃってもよかったんですが、ちょっと欲張りましたね。うん。これどうだったんだろう。まあ、死に出しでいいから。うん。死に出しロッケーでしょう。相手のこのザルあれだけをやってれば、まあ、全然戦えますね。だけど相手がこれも一発イカ様を撃ってくるのかな。そうですね。撃ってきますね。まあ、ゲージ吐かせたんで、ここにはランタン投げて元気点もらうって感じですかね。だけど、相手がイカ様ってくるんですけれども、まあ、飛びかかる2発当ててるんで、攻撃弾2段階引けてるじゃないですか。なので、相手のイカ様は全然大したダメージにならないでね、受けていって、で、スパークだけで倒していって、裏を向きくって感じですかね。うん。で、まあ、この世猿が若干溜めてるのは気になるところは気になるんですけれども、このイカ様込みでもランタンやられるぐらい火力残るんで、まあ、全然 OK ですね。だけで、まあ、起点作らせてもらって、で、あとはラスト試合なんですけれども、まあ、ギラティナとかいなければいけるんじゃないかな。うん。で、出てきたポケモンが、なんだろう。まあ、この世猿で多分、あ、と思ったら全然違うの出てきましたね。あれか、なんだ、ジバコイルか。ジバコイルか。うん、ジバコイルね。うん。ちょっと珍しいの出てきましたね。まあ、でも、ラウドボン投げとかは OK で、で、相手がシャドーボール打ってくると思うので、辻切ってきたのかな、まあ、シールド貼っていって、で、あれですね、なんだ、ジバコイルが戻ってきたので、まあ、そこにはチャンボイスでもいろいろダメージを取って、あるいはシールド剥がしていって、うん。で、まあ、あれですね、相手こっちを倒すためにはワイルドボルト打たなきゃいけないはずなんで、まあ、それ打たせてしまえば耐久力落ちるんでね、勝ちきれると思いますね。なら、これ貼っちゃっていいかな。これ貼れば、まあ、ダメージ取れるんで、うん。焼き尽くすでダメージ取っていって、あれですよね。まあ、もう、なんだ、差し込みが入ってるんで相当削れましたよね。で、もう一発ワイルドボルト打ってくるんですけれども、これも打ってしまったら相手も、あれかな、スパークでも結構きついんじゃないかな。というわけで、こちらの勝ちですかね。うん。対戦ありがとうございました。ジバコイルはやっぱりワイルドボルトを打たなきゃいけないっていうのがね、結構きついですよね。特に最後の一匹になってしまったらね、リセットかけられないんで、まあそれがうまく刺さった感じがありますね。で、まあ次の対戦なんですが、相手が電流で引き裂きがラウドボーンだったので、あれですね、ランタン投げていったんですけども、ちょっと出すの遅れちゃいましたね。焼き尽くす2発ぐらい入れられちゃったかな。入れられちゃいましたね。で、まあシャドウ打ってくるんですが、この対面はぶっちゃけシールド貼る必要ないんですよね。シールド貼る必要なくて、基本的にはね、対面さえ守っていければ OK なんで、しっかりね、技の回数を合わせていって、まあ、波の打っていくんですけれども、貼ってくんのかな、相手。どうだろう。貼ってきてもおかしくないと思うんですが、貼ってきましたね。まあ、相手が貼ってくるんだったら、こっちも貼って、勝負していこうかなって感じなんですが、まあ、シャドウも食らうときついんで、まあ、貼っていくんですけれども、チャーボボイスでしょうね、打ってるのは。うん。
で、相手が撃ってきた技が、チャンボボイスでしたね。で、そうなってくると、こちらは2発撃って、波乗る撃っていって、またシールド剥がしていって、うん、やっていくことになるんですが、もうこれはもうシールド張り張り勝負していけば、まあ、タイミングは死守できますよね。うん。だけど、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、あれですね、相手がチャンボイスかなんか撃ってくるんですけれども、これはシールド張っちゃっていいんじゃないかな。うん。あるいは、まあ、シールドを取っといた状態でもいいかな。あ、ありましたね。うん、で、あとは波乗り倒していくんですが、交代機していくんじゃないかな。で、出てきたポケモンが、なんだ、電流ということで、まあ、飛びかかっていけばね、大ダメージ取れるんで、こっちはブンマス食らっても平気なんじゃないかな、おそらく。うん。で、まあ、ここでダメージ取っていくんですけれども、まあ、この後かな、うん、相手のブンマスが飛んでくるんですが、まあ、あるいは、どうだろう、まあ、雷パンチなのかな。まあ、一回ターン引いてるんで、まあ、いけるんじゃないかな。耐えられますよね。あ、普通に雷パンチでしたね。で、ここで飛びかかっていくのかな。あ、ここで飛びかかってきましたね。うん、まあ、ちょっと起点作ったって感じか。で、まあ、これで、電流飛ぶかな、ギリギリ倒せるかどうかってラインだと思うんですけれども、どうだろう。あ、倒しきれなかった。倒しきれましたね。で、ここには、ラウドボーン戻ってくるのかな。戻しづらいと思うんですけど、どうだろう。あ、戻してくるんですね。じゃあ、放電打てるんじゃないかな、ギリギリ。で、まあ、放電打っていって、まあ、これで多分ラウドボーン倒れるので、あとは2匹のポケモンでラストを見ていくって感じですかね。まあ、ラウターンも、まあ、若干ゲージ溜まってますし、ラウドボーンもいるので、なんとかなるんじゃないですかね。で、最後出てきたのが、あれか、ニョロボンか。厄介ですね。まあ、でも一発ならネットを耐えるんで、まあ、耐えてもらった上で、チャームボイスなりなんなり当ててしまえば、あれかな、波乗りで倒せる圏内になるんじゃないかな。うん。で、ネットを打たれていって、で、この後なんですか、先打たれちゃうかな。シャドボ打てましたね。で、まあ、これシャドボ入れてしまえば、その後の、あれですね、スパークと波乗りで持っていけると思うので、まあ、なんとかなりますね。うん。で、相手が、とどめを刺さないと、チャンボイス打たれちゃうんで、まあ、ここでとどめ刺してきたんですけれども、どうだろう、ランタンがギリギリ、最後技打てるかな。ため突きしたかな、どうだったかな。あ、ギリギリのラインですね。で、まあ、波乗り打っていったんですけれども、まあ、この HP だったら持っていけるんじゃないかな。今一つとはいえ、まあ、スパーク込みで、多分持っていけたと思うので、勝ちですかね。うん。そうですね。対戦ありがとうございました。うん、思うんですけど、今の環境、ランタンなんかめちゃめちゃ刺さる気がしますね。うん。まあ、リザードンとか、オハイアローもいますし、ニョロボンもいますし、あれもいますもんね。シャドウオーダイルとか。うん。なので、結構使い得な気がしますね。裏に潜ませておけば、戦いやすいんじゃないかな。で、まあ、次の対戦なんですが、相手が電流ということで、まあ、一応出しがちですかね。まあ、飛びかかっていって、うん、で、まあ、ダメージ取っていくんですけれども、まあ、この後相手2発で技打ってちゃうんで、まあ、回転では負けてるんですよね。ただ、まあ、ダメージレースでは、まあ、勝てるんで、うん。まあ、受けながら戦っていくって感じになると思います。だけど、相手がぶん回してくるのかな。そうですね、ぶん回してきましたね。で、まあ、この後もう一発ぶん回されちゃうんですけれども、先に、まあ、受けられるんで受けていって、で、こっちは飛びかかっていって、まあ、とどま刺していくって感じになりますかね。まあ、相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、まあ、どっちでもいいから、張りましたね。こっちが張ってくる感じか。ということは、ちょっと起点もらって倒しに行くのかな。もう一発打っていって、ここで飛びかかっていく感じか。で、まあ、これで、相手が張ってくるか張ってこないかなんですが、どうだろう。張ってこないと思うんですけどね、もうシールドを取って戦ってくるんじゃないですかね。うん、そうですね。そんな感じですかね。で、出てきたのがラウドボーンということで、まあ、飛びかかっていったんですが、ラッターがいるから OK か。うん、で、まあ、飛びかかっていって、あれですね、相手の攻撃弾を引いていって、こっち焼き尽くされて負け、やられちゃいますね。ただまあ、もう十分ダメージ取れたから。うん。で、ランタンが出ていくんですが、まあ、さっきと同じ展開ですね。シャドボ食らってもやられないんで、まあ、シールラール取られてるとはいえ、うん、十分戦えますね。あと攻撃弾も効いてるんで、うん、悪くないと思います。だけど相手がね、ここで、シャドボール行ってきて、まあ、ランタン本当硬いっすよね。で、あと相手が波乗りを交代機してくるのかな、どうだろう。あ、してこなかったっすね。なので、しっかりとね、技のタイミング合わせていって、まあ、でも、張らざるを得ないんじゃないかな。で、まあ、ここでランタンに対して突っ込んできてるってことは、相手ラスト、電気重そうな気もするんですよ。うん。ファイアローとかいるんじゃないかな。うん。どうだろう。で、相手がここで、まあ、シャドボナリ、チャボナリ打ってくるんですけれども、まあ、食らえますよね。攻撃弾効いてるんで。で、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、また波乗りでシールド剥がしていって、うん。まあ、様子を見ていくんですが、まあ、張ってくるんじゃないかな、さっきの感じだと。うん、もう、ライドボンで頑張りたい気まんま張ってこなかったっすね。で、最後出てきたのが、あれでしたね、ニョロボンでしたね。まあ、ここには、どうだろう、ゲージだけ溜めて、あ、波乗り打ってきましたね。波乗り打って、で、あれですね、スパークと波乗りって、
チャンボイス圏内まで持っていくみたいな感じにしたんだと思います。というわけで、あ、立ってきましたね。10万ボルト経験で張ってきたか。まあ、こうなってしまえばもう勝ちかな。こっちは、熱湯を食らっても一発なら耐えるんで、ナダルはそれを受けていって、あとは攻撃弾引かれるか引かれないかっていうラインになるのかな。うん。まあ、そんな感じだと思います。で、まあ、熱湯打ってくるんですけれども、受けられるんで受けていって、で、まあ、シャードボール言っていけば、この後相手ゲージ吐かないと倒せないんじゃないかな、こっち。うん。ゲージ吐かないときついですよね。うん。だけど、まあ、シャードボール入れていって、で、焼き尽くしていくんですが、まあ、ここでゲージ吐かせてしまえば、あ、でも、シェルラ張りましたね。うん、これあれかな、もう焼き尽くすもう一発入れていって倒せるかな、さすがに。まあ、ここやる数で、なんだ、攻撃弾引かれたとはいえ、まあ、これで相手の、あれ、ニョロボン倒していって勝ちですね。ダイさんありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、このパーティーね、久しぶりに使ってみたんですけれども、まあ、やっぱりギラティナがいなければ結構刺さりやすいですね。うん。まあ、ギラティナがいるとね、どのタイミングで出てきてもきついんで、まあ、結構ね、なんだろうな、降参案件ではあるんですけれども、うん。まあ、しかもね、結構いるポケモン、出てくるポケモンなんでね。うん、なので、まあ、そこはね、まあ、注意したところでしょうがないんですが、うん、まあ、きついんで、まあ、そこだけね、ちょっとね、意識しながら戦う必要はあるのかなって気がするんですが、まあ、ただそこ捨ててる分ね、他のポケモンには結構刺さりやすくて、まあ、構築としては ABA なんで、まあ、電気、炎、電気みたいな感じなんで、うん、なので、まあ、ちょっとね、なんだろう。まあ、運要素も結構高いパーティーではあるんですけれども、まあ、でも刺さるとね、本当に圧倒的に勝てるパーティーなんでね、うん、なかなかおすすめのパーティーですね。で、今ちらっと話したんですけれども、今の環境って、あれっすね、ランタンが昔よりさらに刺さってる気がしますね。カプレヒレが強化されたっていうのと、あとニョロボンとかもね、普通に前よりも出てくるようになってるので、うん。まあ、このヨザルとかともご確認戦いますし、まあ、ビリジオンとかね、まあ、わかりやすくギラティナとか、まあ、あとクレセリアとか、まあ、ラグラージもちょっときついかな。うん。まあ、そこら辺に当たらなければ、うん。押していけるポケモンなんで、うん。CP がね、全然足りないんですけれども、まあ、それでも十分ハイパーリーグで戦える、ポテンシャルというか、耐性を持ってるんで、うん。なので、まあ、なかなかおすすめのポケモンだと思ってます。なので、まあ、なんやかんや、今、ランタン軸でパーティー組んじゃってもいい気はしますね。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。